フルモデルチェンジなのでプラットフォームも新しいし、パートレーンもねモーターの出力が上がってるんで、30% ぐらい上がってるのかな。いや、やっぱり時代はプラグインだね。普段お買い物だったらもうほとんどエンジンかけないで済みますもんね。で今もうサーキットなんでちょっとねハイスピードだからエンジンかかるけど、で重要なのはプラグインなんだけど、バッテリーだけで走ってる時は EV で、でエンジンがかかるとこのエンジンそのものが実はハイブリッドなんですね。でヨーロッパのプラグインっていうのはバッテリーがなくなってエンジンかかったら単なるエンジンなので、やっぱりハイブリッド技術がないっていうのは辛いんですよね。ハイブリッド技術がないプラグインはクリープのないコーヒーみたいな感じで、だ日本はねやっぱりこの特に三菱ツーモーターなんだけど、まあ、トヨタホンダがまあお互いにパテントをかいくぐって作ったストロングハイブリッドのさらにその隙間を三菱もストロングハイブリッド出したので、今のところこの3メーカーが世界でもストロングハイブリッドの成功者なんですね。で一時 GM を作ってメルセデスと BM に提供したりしてたんだけど、やっぱりドイツのサプライヤーがあんまりそこなじまなかったんで、まあ、すぐ辞めてしまいましたよね。だからヨーロッパの場合はね選択肢がねバッテリー EV しかないんだよな。日本はハイブリッドがあるから、ハイブリッドベースのプラグインが作れるってことで、まあカーボンニュートラルの時代この車がどう考えても4番バッターだろうな。あらら、静かですごくいいね。ステアリングも軽めでしなやかで、今ノーマル出したんですけど今度ターマック、ターンマックだとやっぱりリアの駆動トルクを増やして、そうフロント弱めてアンダーが出ないようにしてるかな。これはいいね、これグラベル。まあ実際サーキットなんで舗装路ですけど、グラベルだともうちょっと前後のトルク配分が、まあ、50-50 に近づくのかな。まあ、フロントの駆動トルクを増やすってことですね。でその次はスノー。スノーはねやっぱり滑んないように全体的にちょっと出力制限するか、アクセルに対するトルクの出し方をちょっと穏やかにする。もうほとんど今乗った感覚で言ってますけどね。これはマットですね。マットはどうなんだろう、もっと低速でガツガツってこうある程度スリップ率を許容しながら行くのかな。まあ、これが三菱の得意とする SAWD ですね。オールウィールコントロールですね。 AWD と言わずに AWC。 昔ねこれに AYC があったからね、要コントロールが、まあ、ただそれは今回搭載されてないですけど、やっぱりそのコテコテのオフロード四駆の技術と、まあ、三菱のライアンボみたいにサーキットのハイスピードの四駆技術、まあ、そういう意味ではむしろスバルよりも三菱の方が制御を使いながら多様な四駆システムを持ってますよね。スバルはね電気あんまり得じゃなかったから、どちらかというと基本性能で勝負したんだけど、まあ、ずっと S 帯でインプレッサ対ランエボ、まあ、私がインプ乗って、まあ、後輩の中井君がランエボ乗ってたんだけどね、まあ、スバルの、まあ、戦うところはまあ基本性能、三菱はもう電子制御の飛び道具で運動性能を上げてたんでね、ちょっと羨ましいなと思った時もありましたけど、全く2社違う武器で戦ってましたね。もうパッと乗った感じがメルセデスとかねアウディ乗ってるような感じだよね。ここ全開でいけるかな。おっと、おいいね。この辺の景色はなんだろう、レンジローバーだな。うまく作ったねこれ。まあ実際ナンバー付きで公道走れるのがね、まあ来年の1月ぐらいかなって言われてるので、ぜひ北海道一周ぐらいしてみたいですね。
今ねバッテリーは 75% ぐらい減ってますね。タマックエコパワー、おパワーだと全然応答性が違うな。アクセル踏んでガバッていきますね。ちょっと一周だけ全開で走っちゃおう。ステアリングはどうもアステモではなくてジェイテクトらしいですね、まあ、ダブルピニオンの、まあ、ラックのところで制御すると。はい、おいやさすがしなやかだな。もうちょっとロール方向のダンピングが良くてもいいけどね。ESP が働いてるね。 ESC か。はい、ここ全開ちゃん。うわーいけたね。もうちょっとスポーツモードの時はサス固めてもいいかもわかんないね。大満足ですね。これが400万円台から500万ぐらいで買えるんだからね。まあ三菱は結構いい球持ってるよね。